GM チャンネル。スタッフ。ウーバーイーツ1万円企画。やっと。さあ、GM チャンネルの私、大山んと。大山です。クイちゃんです。山野丸です。はい。今回ですね、Uber Eats を使って1万円以上注文してみようという企画でございまして、まあただそれだけじゃございません。1万円から1万2000円の間でこうバッチリ収めていただこうというものでして、1万円を切ってしまった場合、あるいは1万2000円をオーバーしてしまった場合、皆さん自腹になりますので、絶対聞いてますか、あなたたち。企画が始まる前からずっと思ってたんだけど、どう見ても体格が一方的におかしい。でも結構小食なデブだからさ。俺白食べたい料理のジャンルを、じゃあまず山田マンに決定してもらおうかなと。今食べたやつ、ああそれでいいと思う、うん、せーのでいこうか。せーのでいく、せーので、せーので言うね。せーので山田マンやってる。決定権は俺にあるけど、せーので、せーので食べ、じゃあ行きましょうか。行ってみ、せーの、ハンバーガー。パエリア。いやもうわからん。パエリアしか聞こえなかった。俺ハンバーガー。ハンバーガー。ゴエちゃんピザっつった。ピザっつった。じゃあハンバーガーで。店舗はこちらで、勝手に独断と偏見で指定させていただきます。バーガーの種類全部言ってくんで、これっていうの決めてください。 OK。 ジェイスバーガー、スタンダードバーガー、フライドチキンバーガー、グリスマッシュルームバーガー、おおチェダーチーズバーガー、タルタルフィッシュバーガー、あーね、ヒッコリースモークバーガー、ヒッコリー、何これ、ひょっこり、照り焼きバーガー、アングリーホットバーガー。今もう全部言いました。あ、もう出た。記憶にないからもう一回言ってもらっていいですか。グリスマッシュルームバーガ ー、 ー、うん、グリスマッシュルームバーガーいいと思います。グリス、俺はなんか謎のヒッコリーかヒョッコリーかなんか言ってたやつ。なんで。いや、なんか面白い、面白い名前が。タルタルチェダーでね、ちょっと悩んで、タル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 チェダーダブルコンボかと思った。両方でもいいんじゃない。まあね、ぶっちゃけ、まあね、さっき言ってたクリちゃんの、うん、その食べれないデブって言われたら、うん、小食なデブって、喋れないデブってなんだ。ごめんなさい、ごめんなさい、デブではいいやん。デブはいいやん。じゃあチェダーチーズ。チェダー、オッケー、クリちゃんチェダーチーズ、うん、頼むんでちょっとお待ちください。到着でございます。よっしゃ、バスバスジェイスバーガーカフェさんでございます。じゃあこれをこの中から一品だけこちらから値段を教えて差し上げるので、まぁ、ちょっと一回見てみましょうか、どんな感じの中身なのか。オープンしていいんだ。いいですよ。チェダーチーズ、クリちゃんさすが分かってる、上手。チェダーチーズ、山田もないけど、なんかひょっこりはんかな。ひょっこりはん。これマッシュルーム、ゴエちゃんがマッシュルーム、なるほどね。ひょっこりない、まだ分からん。じゃあ一品だけクリちゃんのチェダーチーズバーガーですが、うん、こちら1199円でございます。結構これが一番高いか一番安いか、それかもうほんまに平均のやつかを考えたらいい。意外とヒッコリーすごい、ね、ヒッコリーの方がね、なんかちょっと重量感はあんのよ。手間かかってるもんね。こっちの方が多分高いんじゃないかな。多分俺が一番安い気がするな。1100、1200、1500円。 OK、 全然いけんじゃない。あ、今なんかすごい軽く全然いけんじゃないって言ったけど、これ3周するのつれ。ほらこれしかないんだよ、だってこれしかないんだよ。もしこれしかないんだよって言うんだったら、あの食べれないデブとかじゃない。食べれるやつやな。じゃあ小食なデブだっすよ。デブはいい。じゃあまあ3800円予想ということで、うん、まず食べる前に、うん、早くいただきます。次の注文を、次の注文を、次の注文を先にしていただこうと思います。クリちゃん食べたい次のジャンルを。なるほどね。俺ラーメン。ラーメンラーメン、まあ、ラーメンね。バーガーの後ラーメン食う。いけるいける。イカつくない？炭水化物。バーガーの後ラーメン食う。はい、お待たせしました。次のラーメン屋の候補ですが、はい、熟成豚骨ラーメン一番軒さん。一番軒さん、ね、熟成、はい、熟成していただいてます。一つ言っていい、はい、まだ食べてないのに豚骨を選ぶチョイスが来るって。ただクリーミーな最高の一杯です。クリーミーってのはおかしい。ただじゃねえ。白豚骨ラーメン、黒豚骨ラーメン、濃厚辛味噌豚骨ラーメン、マーラー豚骨ラーメン、煮干し豚骨ラーメン、甘辛唐揚げ、熟成焼き餃子、ネギチャー丼、唐揚げ丼、明太ご飯、贅沢卵かけご飯。うわ、それいいな。贅沢卵かけ、贅沢、うまそう。
そんな夢の企画あっていいんか。ああ幸せや。いや幸せだな。いや知らんぞ。今はまだ空腹だからそんなこと言ってられるけど、知らんからな。好きなだけ食っていいだろ。じゃあマラトンプツしとく。おあいいね。おあまずラーメン。おちょっと待って、まずラーメンっていうのは全員ラーメンじゃないから、落ち着け。山田マン絶対麺頼むから。ああそう。え、あ餃子頼んだ。あ、ね、麺食わへんの餃子だけ。俺餃子で行くわ。怖いわ。今の会話ちょっと怖いわ。もうとりあえず山田マン聞く。山田マン聞こう。黒豚骨ラーメン絶対言うと。じゃあ餃子は、餃子 2皿か、うん、今2皿来てる。あとライス、ライス絶品卵、絶品卵は、ライスっていうかさ、卵かけご飯にして。あ、卵かけご飯にして。俺卵かけご飯。俺も俺も卵かけご飯に卵かけご飯に。あ、お前ら一人で食う。卵かけご飯食べたくない。食べたいけど。3。うわ、怖ぁ、マジ一人食べすぎじゃない。いや、まだだって2本ラーメン2、卵かけご飯が3、餃子2、うん、なんだそれ。いいじゃん。いいやん、いけるよ。あ、クリちゃん、辛さ1、2、3選べる。うお、めっちゃ選択肢ある。いや、3はやばくない。2にも相当だと思う。確かに、1、1、1でしょ。1でいいんじゃないか。1にしますか、うん、怖いわ。食えんかったら僕も食えないのね。辛いの、クリちゃんは。そんなに。あ、じゃあ1でしょ、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 1でしょ。てか、計算しよっか今。多分マーラで900円ぐらい。マーラ9。そう、豚骨が750円とか。あ、え、750円安くない。3650円。バーガーより安くする。でも次3000いける。あ、いける。ちょっと待って、ちょっと待って。わかったわかった、いけるんだけど。デザートで500円ずつ。ちょっと食べよ。食べて、あ、やばいかもってなるかもしれんやん。食べて考えよ。そう、食べて考えよ。いただきます。すげえ、質量すごいね。すごいな、普段食べるバーガーの 2,3 倍あるの。うまっ、うまっ。うわ、やっぱ食べた感じヒッコリーやなっていう香りがして。ヒッコリーって何。いや、すごい、めっちゃ汁。クリちゃん、クリちゃん、パーカーに汁すっげー落ちてる。ヒッキュー。なるほど。ちなみにそのナプキンさっきゴエちゃんが口拭いてたやつ。すげーな。もち山玉がまあまあの口のサイズで半分食い終わった頃にバーガーがないっていうね。うん、ラーメン、ラーメン。なんでさ、この後ラーメン出る話してんの。マジで俺もう怖くなっちゃった。怖くなってる。一品目食べた時点で、うん、腹の減りぐらいは今何割まで満たされてる。 今2かな。は 2割。わかる。後半で急激に上がるかもしれない、その麺食ってするスープ飲んで。待って待って、ごえちゃんごえちゃん、私もね、君の味方だ。食べたものが満腹中枢まで届いてないから。脂肪がその信号を遮ってるんじゃない。ミッキーズコラドブ6ぐらい。 6。あ、でも6か。普通にこれ食ったら8ぐらいいきそうやけどな。ちょっと一眠りしようか。一眠りしたら回復するわけ。あとどんぐらい。すげえ可愛い。いやいやいや。すげえ可愛い。全部入ってる。一番の肝は、確かに1万円超えなきゃいけないんだよ。1万2千個しちゃダメなんだよ。1万2千までいけるんだよ。お前やべえ。維持でも収めるからね、こっちは。そうね。1万2千、うん、これがゴエちゃんにかかってる。この俺らが自腹に。怖いわー。え、違う違う、3人で注文終わった後まだいけんでしょ。あ、まだいけますよ、別にやりたければ。やりたければね。何、あ、届いたよ。あ、届いた。あ、え、ちょっと待って、これでかいぞ。これまさか、え、卵かけご飯、卵かけご飯じゃないの。やばー。え、え、スープ別っぽいな。それマーラっぽいよね。熱っ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 。下濡れてるし。あ、やっ、うわー、熱っ熱っ。熱いから全部。聞いたことない。卵かけご飯は500円するでしょ、これ。ちょっと1500。しないよ。しない。400。1200円。大丈夫。信じるからな。西欧がいいな。西洋料理。うん。パンと麺ときて。俺これ以上炭水化物いくの危険だと思う。西欧料理。ヨーロッパ系だよね。西欧ってヨーロッパ。西洋もわからない会社員がいると物議を醸しております。まあら、とんかつだね。うわ、ちょっとこれやばくない。やばい。うわ、うまそう。それ卵、いや
あんたら ミスったなこれはミスったぞ、卵贅沢やわ、この卵うまいわ、待って、ちょっと待って早っえどんなスピードだようまいけど、お腹膨れてくんなラーメンカレそんな辛いんじゃん1でも1でもうん何もんだっけ、うん、カレー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 いや、ゴエちゃん顔真っ赤やんカレーカレーカレーよ、これカレー1でそんな辛いえ、辛い食べてみいやいや、マジでマジでいいわ体験して体験いや、違う2人が飲んだ後やし、いいわそういう問題かそれでは皆様、早速次の注文に進めさせていただきます。西洋料理というふうに。西洋料理。うん。フレンチトーストハウス、セブンカラーズさん。違う違う違う。何ですか？違う、俺はパン麺と言ったから、はい、西洋料理って言って、普通におかずの泊まりで行ったんだけど、フレンチトーストってパンじゃね？これ違いました。いや、フレンチって書いてるから、西洋かなと思って。マジ？フレンチトーストの 店やけど他にもあるかも。あ、そっかそっか、フレンチトースト以外も。そかそか、結構たくさんございまして。やっぱりまずフレンチトーストってカテゴリーの中で2番人気、エビの濃厚グラタン。グラタン？全然フレンチトーストじゃない。ラザニア風しか書いてません。えラザニア風ラザニアっぽいもの何それ。ラザニアではねえけど、ラザニア頼みます。一番人気のクワトロフォルマッチ、スモークサーモンとアボガド、粗挽きソーセージのシーザーサラダ。ちなみにキャラメリーゼバナナとか、はいはいはい、キャラメルとバナナのフレンチトーストってことですよね。はい、説明ありがとうございます。まあまあ視聴者の皆さん聞かなくても分かってると思いますけどバカかこいつって言う今入ったなメイン的にはこんなところですが、ドリンクが結構美味しそうなのがございまして、自家製レモネード、自家製チャイ、洋梨のネクター。レモネード飲みたいな。濃厚くない？濃厚やねここに来ての濃厚大丈夫いや、ラザニア風にしよう。ラザニア風にする。ラザニア風じゃあそれを1個とレモネードを2つ。いらない。レモネード3つ。レモネードいい。いらない。じゃあレモネード2つ以上で。少々お待ちください。1000円1500円。1500円いかんやろ。フレンチトーストだよ。1000円でいいか。いや意外と1500円とかでいいかもしれんよ。1300。じゃあ1300にしよう。クイちゃん何割今？うん、驚く流れ、うん、8.9 ほぼ埋まっとるやないか。埋まった。ウエちゃんは9.2 ラーメン食ってないんやで。ほんまや。見た目で一番辛そうなのはどう見ても山田マンなんだよだって口にご飯溜め込んで、ま、ふーとか言ってるぐらいだからちょっと休憩しようか。ほんだね食べ終わった。おお疲れ。2点目完食。ごちそうさまです。多分だけど、うん、これ俺ら二人が飲んだ後これ飲むの本当に嫌だった説本当に嫌だった説は、これはさ、まだ3つの箇所からくっつけられるけどさ、うん、同じ部分って言われたらちょっと多少気になるよね。女の子やったらでもむしろそっから行くやん。どういうことは口つけたとこから飲むやん。相手が女の子ならね。はえ、じゃあ好きな子やで、その好きな女の子が、いや、はいどうぞって渡されて、嫌がるやんきっと。いやだからその時は、あすごいねっつってこう皿をこう見るみたいな感じで、ママどっか分からんようにしてから同じとでもそこ注視して 見とくの。マジサイコパスで同じとこ飲む。そうで飲める。体操服とか盗んでたんじゃないですか結構来たのやっぱ2姫な。来たね。ラザニア風はゴエちゃんに。おかしいやろ。ラーメン食ってない。ラーメン食ってへんからね。違うだよ君らが無糖ってラーメンを食うのがおかしいんだよゴちゃんはラーメン食べてちゃんと稼いだからね。じゃあ違うわ。金額分。じゃあ最悪ラーメンは良かったよ、うん。なんで卵かけご飯が来たの卵かけご飯が来た時点でさ、これやばいなとか言って。完全にミス調子だったでしょよ。ラザニア風って何やねん。改めてね。そう、俺食べてたからあんま考えてないんだけどラザニア風ってなんないの。改めてね。改めてやばいぞ。アイスがいいですね。シャーベットかアイス。あ、わかる。シャーベットもいいね。うん、
ちょっとさっぱりしてん、うん、さっぱりした。そう。ハンバーガー中華。そう、ハンバーガー中華やから。次、ラザニアだもん、ね。え、これででも1万超えてんだよね、多分。え？やばいやん。これでもおそらく大丈夫だよ。そう。ただ、怖いのよね。ちょっと卵かけご飯400で見積もってるから。餃子とかも、あれ500円しないんじゃん。餃子500円しないな。おい、なんかそんな気がするわ、これ。ということを考えると、あと1個ずつぐらいはなんか頼んだ方がいいんじゃないかな。まあ1個ずつか。ない、シェイク。シェイクとかにするじゃん。シェイク、いいね。シェイクやったら多分全然いけんじゃん。じゃあシェイクにしよう。うん。じゃあシェイク。かしこまりました。ありますか？それではお店を選定しますので、少々お待ちください。メルティング・イン・ザ・マウスさん。何それ？あ、お店？はい、というお店でございます。かわいい。何屋さん？カフェ、コーヒーとお茶と書いてあります。ああ、おしゃれ。スムージー、スムージー。それでは、メニュー発表していきますね。イエオリジナルミルクシェイク、抹茶ミルクシェイク、ジャバチョコチップシェイク、ピーナッツバターミルクシェイク。それはやばい、それはやばいな。美味しそうやけどな。ストロベリーミルクシェイク、小豆きなこミルクシェイク。おお。普段ならそれ。クッキークリームミルクシェイク、あー美味しそう、塩キャラメルミルクシェイク、うん、以上です。あ、全部うまそう。いや、最初のなんちゃかミルクうまそうったら。なんちゃかミルク、全部うまそう。ソフトクリームチャーっていきますよ。はい。オリジナルカップ、アイアムティラミス、塩キャラメルプレッツェル、抹茶&オイリ、マンゴー&マンゴー、蜂蜜、マロンマロン、アイスサンド、以上です。あ、うまそう。なるほど。シェイクの、うん、はい、いちごバニラみたいな、いちごミルクか、ストロベリーミルクシェイク。そう、それ。なるほどね。はい、クリちゃんどうしますか。ソフトクリーム。はい。オリジナルカップ。オリジナルカップ。オリジナルミルクだ。最初の、シェイクですね、うん。オリジナルミルクシェイク。おお。それかな。シンプルな。シンプルに。ではこれで注文させていただきます。はい。あ、やっぱ抹茶にしたい。抹茶にしたい。あれと。めんどくさいですね。なんでかっていうと、山田マンがミルク入ってるからさ。ちょっと変えようかなみたいな。まあ、ただ山田マンがくれるとは一言も言ってない。そう、俺基本あげへん。1万2000超えんといてくれ。ちょっと待って、今さ頼んじゃったけどさ、うん、これ見てからにしてよかったよね。クソでかかったらどうする。もう終わりやんよ、もう超えてるやんってなって、もう絶望を覚えながら食うしかないよね。マジや、誰がこれ頼んだ。ふざけんなに。まもなく到着。よかった、やっとか。12だった。てかめっちゃレモネード飲みたい。そう、先にレモネード飲もう俺、うん、むしろレモネードでゾウアザラシみたいになって本日渋谷区のオフィスビルでゾウアザラシが打ち上げられました。人間の形じゃなかったね、あれね。すごい、いました。あ、これはうまそう。レモネード、ありがとうございます。これとこえちゃん、のおお、これで終了かな。さあ、3店舗目、3品目がございまして、ラザニア風。そう、ね、ちなみに英語ではラザニアスタイル。ラザニアスタイル。うーわ、うーわ、いやうーわ、うーわ、このでかさ。でかい箱でございます。これじゃ伝わないね、多分。これぐらいの大きさがございますね。あの、バーガーよりはでかそうだよね。いや、でかいよ。あ、サラダ。オーケー、いいね。レモネードよかったーして、めっちゃレモンいい。あ、うまい、めっちゃうまい、これこれ本当にうまい、超うめ、これこれ本当に、これも頼めよかったこれ一口でいいかな。いや、バカ野郎。一つだけ言っとくよ、やべえからうまい、うまい、めっちゃうまい。うまいの、うまくてやばいと言っちゃうもん、任せて、自分でもなくなっちゃう、生理糖分でいいよ。いや、結構な量いったな。結構な量いったな。結構やつよ、それ。これ1トーストだから。フレンチソース甘いとこめっちゃうまいやん。別腹やから。そうそうそう、甘いとこうまいんだよ。これいける。そうそうそう、ラザニア風じゃなくてもっとなんかデザート系のやつがよかった。でもあったやん、なんかキャラメル味と。なんでラザニア風、なんでラザニア風にしたの。それです、ごちそうさまでした。完食と。完食。はい、4店舗目、メルティングインザマウスさんからのお届け物でございます。オリジナルカップ、よいしょ。あ、かわいい。あら、かわいらしい。じゃじゃん。あー、超いい感じ。小さいのね。あら、いい色。あら、美味しそう。フレッシュなイチゴを使った色やね、これ。女子か。確かに映えるカラーやな。
がとう。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ああ、どうもありがとう。400、500だ。うん。じゃない？ちょっと高く見積もってるけど。そうだね。まあでもそんなもんか。じゃあ1400円ってこと。来たんじゃない？トータルプライス。なるほど。11,450円でございます。これが4店舗での我々の予測です。それでは結果発表の時間でございます。まず店舗ごとのお値段からお知らせしていこうかなと、うん、1店舗目、はい、1店舗目、JS バーガーカフェさんですね。我々の予想は3800円です。はい、3800円の予想に対してお値段4179円。おー、OKOK、まあ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 、4179円。75円。79。はい。でもさ、これでもまあ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 、そうね、誤差の範囲ではある。3、400円ぐらいの、うん、誤差。まだ全然大丈夫。そして2店舗目。むしろいい。熟成豚骨ラーメン専門一番軒さんです。はいはい。お値段の予想が3950円のところ、うん、4310円。うわ、やばい。地味に4300円。地味にずれてるな。10円。地味にずれてるな。やばい、ちょっと超えてるぞ。さあ、そして、あなたたちが一番恐れておりますラザニア、フレンチトーストセブンカラーズ、はい、ラザニアが入っております。俺らの予想は2300円。こちらお値段、はい、2800円。うわー、やばい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 。ちょっと待って、今現時点で、今、どなたか計算してみてください。11,298円。289円。はい、残り700円。残り711円。まあ、ただこれを3品、まあ、1品200円ぐらいだったら、まあ、収まると。いやー、どういうところでございます。200はない気がするけど。一品200円なのかっていうところ。それでは発表いたします。最後のお店。はい。メルティング・イン・ザ・マウスさん。1000。あ、もう無理だ。990円でございます。最終価格、13,279円でございました。なんでラザニア頼んだんだよ。ラザニア。ラザニア。落ち着け、落ち着け、落ち着け。13,279円やろ。2800円引いたら。全然いいから。落ち着け、落ち着け、落ち着け。ラザニアがいくらだったか。ラザニアよ。ラザニア。レモネードか。レモネード。いきましょう。まずレモネードから。レモネードかね。レモネード。1つ。580円。あ、でもまあまあまあ、だから予想通り1000、まあ妥当なところ。160円オーバーですね。ラザニア風1680円。あ、ちなみに卵かけご飯。確かに贅沢卵かけご飯。俺らの予想は400円で言ったのかな。400円ですね。こちら450円。あ、でもまあまあまあ、絶妙に全て大体低く予想してた。低く予想してた。うん、この後請求をさせていただきます。よろしくお願いいたします。いかがでしたか今回。払うってことになった瞬間、衝撃的な脱力感ですよ。それはね、みんなの血となり肉となりますから、この自腹切ったお金で午後も働いてくださいってことですね。この企画面白かったなと、また見たいなと思っていただきましたら、ぜひ、グッドボタンやコメントをいただければ非常に嬉しい次第でございます。それ、ここ日本言うてな。